はい、どーん。さあ、やってまいりましょう。パート10ですかね。バイオハザード3も。前回お見苦しいところをお見せしました。今日もサクサクプレイやっていきたいと思いますよ。今日で、前回やっぱね、テンションが低かった。テンションが低いのが問題だった。もうそれにですね、ゾンビにどんどんやられてってしまったから、ということなんで、今日もテンション上げていこう。で、今日はね、まあ何かって言えないけど、ちょっとお祝い事があったんでね、もうとにかくテンション上がっててですね、今ね、編集さんと酒飲みながらやってます。酒飲みながらやってるんで、ただただテンション高いよ。でね、僕ね、酒飲めないんですよ。酒飲めない。うるせえな。誰であってやめてこれ。カビだ。了解。ということなんでね、もうとにかくね、ファクシー。ああ、畜生さん、出やがる。ワイルドだろ。ここもいるのかな、わかんないんですけどね。バイオ2はね、ここにいるんでね、とりあえず、まあ、親用とかあって、で、とりあえず相棒への手紙を読みます。ヘクター、このメモを読んでるってことは俺はすでに死んでるはずだ。どうやって書いてるんだ。もしもロッカーから物とか聞いても絶対に飽きるなよ。約束だ。飽きるなよ。飽きるなよ。絶対です。押すな。押すなよ。お前が見回りに行ってる間に俺は向こう側に行くために知恵を絞った。それでもう一度なんか爆弾で壁を壊すってやり方だ。ファンキーだろ、ベイビー。ブーツはある。いい具合にセットもできた。だが起爆させるための電池がない。だからの持ち腐れ。備品保管庫に片付けしまったからな。だから俺は保管庫の鍵を持ったお前を3階に向かったんだ。だが、シャワールーム出てすぐに襲われ噛まれた。すぐに傷つく。さっきからおかげ止まらない。寒い。ふう、でも9月なんだけどな。お前の棒ウエス。ウエス、ウエス、ウエス、ウエス。カーウェイ。まあ、どうでもいい。辻、貸してて600ドルは返さなくていい。引っ越し祝いと思って受け取れ。幸運を祈る。引っ越し代って結構かかるからね。600ドルじゃ多分ね、ダメ。もっとよこせ。まあ、それはいいとして。で、ここか。やめとこう。レオンに取っておこう。で、これが、なるほどね。で、これで電池ボーンで、バーンで、フーってなるわけだ。日本語で OK。じゃあ一応ぶっ壊したから、そのぶっ壊した、だから3階に保管庫の鍵って、保管庫ってことは1階のあれってことですよね。OKOK。じゃあ行きましょう。うわあ、俺と同じ酔っ払いが寝てるよ、こんなところで。しかもこれゾンビかよ、生きてんのかよ、お尻、お尻。あ、これね、これ。いや、寝て寝て寝て、おやすみ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 。ほい、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 ほい。ちょっと待って、タックルとさ、寝るタイミングが合ってない。タックルと寝るタイミングが合ってない。とりあえずさ、タフすぎる。タッフィー、タッフィー、タッフィー。はい、おやすみ。はい。あれ、今最後ナイフじゃなくて、最後。でもね、これ油断できないですよ。前回パートね、おねんねしてたんで、お姉ちゃんがね、私もっと気持ちよくしてって言って起き上がってきたりとかしたんでね。まあ、そういうこともあるからね。さて、上のゾンビ、いる。保管庫の鍵取って、お邪魔しました。とでも言うと思ったかなんだよ、てめえ寝てんのかよ、面白くめえな。ハンドガンの弾。これね、多分ね、バイオ RE2 と一緒だったら DCM ですよ。で、下にあるね、ロッカーはね、キャップなんですよ、多分ね。うら、出た。ザーマー、アサルトライフル。あ、そうだ、今更ですけど、皆さんに1個謝らないことが、謝らないといけない、謝らなくちゃいけないことがあってですね。何かっていうと、前回ね、セーブできなかったみたい。ということなんで、やり直したんですよ。やり直したら、まあ、うまいこと、うまいこと、いくこと。ということなんでね、特に、ゾンちゃんにやられることもなく、デスカウンターは、いるー、いる、聞いてない、聞いてない。ちょっと待って待って待って、ストップ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 。ハイボール飲みます。もうこれで安全。リッカーはね、早いけどね、中に入ってくることはできない。がいるからねってばよ。何が開くかな。とりあえず109エンター、ピイエス。お、やった、手榴弾000。そんなとこない。1、何がいける。10、じゃあ6行ってみましょう。おお、いけた。違う、ゼロじゃなくて、10じゃ7。ベベ。だから、ゼロは言って、1じゃ104。ピッ。あ、なんか電池あった。これかな。あ、なんかパソコンの使用状況知らないけど、ちょ、待って、ゾンビちゃんが近い。あ、102は押せないし、ちょ、待ってね、あいつを倒すべきなのか、シカトするべきなのか。ちょっと待ってね。あ、で、2なんちゃらは開けれないから、まあ、とりあえず無視していきましょう。で、あ、やったらキラキラキラキ。開けて、なんで？え？よし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 。で、歩く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 。リッカーどこ？リッカーどこ？
リッカーどこ？リッカーいないみたいね。リッカーいないから、とりあえずゾンビが落ちてきたのね。時には心臓がいつもより3倍くらい速くてもいいんだよ。これがね、皆さん酔っ払いの力ですよ。もし見苦しかったとしたらね、もうこうあのここでね、皆さんねストップしてもいいですよ。お、タイレルが向かってきてくれる。タイレルが向かってきてくれる。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、あ、なんかもう捨てれるみたい。じゃあ、これとりあえず捨てましょう。バイバイ。バイ。で、組み合わせます。まあいいかな、これで。じゃあ、とりあえずピッ、ピッ、ピッ。ん？おぉ、あ、ムービーになるんだ、わざわざ。ムーブ。くる、ムーブ。中から、ボワッと、ドドドドドドド登場。めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃいる。なんかクリティカル取れたよ。おじさんはエロい人、そんなの常識。太ももがエロス、太ももがエロス。まだいる。てかおデブちゃん2匹いる。双子、あ、ふたちゃん、ふたちゃん。ザ、まだいる、ザ、ザ、え、まだいる、まだいるだす、まだいるだす、まだガスカル、いやまだた、まだ助からない、まだ助からない、はい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 、で、これ生きてる、生きてるフラグ、これ生きてるフラグ、フレ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 、いやなんでお前が起き上がんのよ、お前これこないだのやつだ、こないだのやつだべ、こないだのやつだべ、こないだのやつだべ、俺は信用しねえだ、俺は信用しねえだ、フレ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 、俺は信用しねえだ、大丈夫ですね、とりあえずハイテ、とりあえずハイテンションでやってるから、とりあえずハイテンションでやってるから、今のところのダメージ、今のところのダメージでいけるよね。よし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 よいよし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 よやばい、腕ポン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 、うい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 、とりあえずとりあえず切り刻む、とりあえず切り刻む、とりあえず切り刻む、オッケーオッケー、うわーこれなんて言ったらいいのかわからないけど、とりあえず大乱行パーティー、うー大乱行スマッシュブラザーズってやつですな。トゥルトゥトゥトゥー、 I love it。 どんな、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、やばい、これもしかしたらあれなんじゃ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 、トゥ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 、はいお休みタイム、まあ、いやもういやもうもうもうあれでさ、引きが引き換えに引き換えに、トゥ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 、あのこれ何の実況なんでしょうね、初実況プレイって言うときはただテンション上げればなんとかなるだろうっていうね、あのあらゆるゲーム実況者に対しての冒涜を僕はやってる気がするんですけどね、まあ、そんなことは気にしない、もうとりあえずね酒の力に勢いを任せてやっていると、隣で編集さんがクス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 笑ってるんですけどね、まあいいや、そんなことは、そんなことはどうでもよくって、なんかが来たよ、なんかいるよ、なんかいるよ、なんかなんかはみ出てる、ぐるる言うてる、ベロキラプトル、ベロキラプトルがいる、目の前にお尻プリプリ、四つん這いケツをサシサシしてやろうか、バイバイ、痛いの気持ちいいのどっちなの、うわ怒ってらっしゃる、まあ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 落ち着けよ、まあ落ち着けよ、とりあえず地図を見たら目の前にあるんだよ、ところが木箱も気になる、木箱も気になるんだが、こうなったら走って逃げるのが勝ち、ざまあ見らがれ、うろうろうろ、開けて開けて、ああそうムービーシーンなのね、さあ誰がいる、ウェスがいるか、それともカーがいるか、それともアルがいるか、それともバードがいるか、バードを探しているんだ、バードいる、バード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 、そうかなるほど、ウェスとバードを重ねて、でアルとカーがどっかにいるんだ、それでアルバとウェスカーが完成するってわけだ、ドクターバードこの頃はまだ生きているからバード白星いなかった、まあ、3、4回。今どこだ？病院から出られないでいる。あたりは巻き物だけで抜き声やりられない。スターズをよこせ。出るつどうにもない。今からジルちゃん行きますからよろしく。うん。とりあえず俺は敗北します。お前どうやってリッカー逃げてきたの？めっちゃゆっくり来たけど。こんなずるいことある？Send somebody capable of getting me the hell out of here.
I like him already. 面白いやつだ。あ、俺ありがとう。Yeah, よく言われます。You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. え、ちょっと待って、今ここの救急箱と救急スプレー取っちゃったらさ、レオンが来た時にさ、俺欲しかったのになく何もなくないってなっちゃわない？まあそれもまた一興ですよね。レッドハーブ取って、先行手榴弾も取って、あ、カード。ポチッ！アサルトライ、50発。奮発数値してんじゃん。あざっす。で、あとなんかない？あ、そうだ、もしかしたら、あ、その前に、あ、レッドハーブと組み合わせて、なんか回復核、あ、ついに、ついに、バイバイポスターボーイ。カート、カートあるとなんか、前列にいるのはジルか？あ、ポスターボーイもいる、バリーもいる、アルとカーもいる、それから、ケネス、あれ誰だ？一番左誰？一番左誰か分かんない。クリスがあれでしょ？で、あと最初に食われたフォレストスパイヤーさんもいるし、エドワード。で、あの子だけいないんですよ。レベちゃん。レベちゃんだけいなくて、ちょ待って。されない。あ、あった。洋館事件についての報告書。悪霊山中、アブレラッシャー所有の洋館にて発生した猟奇実験。4月23日、スターズブラボーチームが行方不明事件の捜査のため悪霊山中に派遣されるもの連絡が途絶える。4月24日、追加で派遣されたアルファチームが付近の洋館を調査中に事件に巻き込まれる。洋館を爆破解体し、事件は収束するも死傷者多数、生還者スターズ隊員のうち5名のみ、もう半分生き残ったらまあまあ優秀なんじゃないですかね。原因はアブレラ社が洋館の地下にある研究所で秘密裏に行った生物兵器が発する違法な実験、ティウルスの漏洩が原因と見られる。しかし現場の爆破で証拠は全て破壊されており、捜査難航している。え、5名生き残ったので、クリス、ジル、レベッカ、バリー、あ、で、ポスターボーイか。ということなので、え、もうこれで終わりかな？これで終わりです。アサルトライフルの弾あったの？マジか。で、なんかピンポン。あ、ダイヤの女。どうしよっかな。戻るか。じゃあ戻りましょう。戻れない。あ、どうした？脱線した。怪我人は。ジェル？おい、マジかよ。What？ ファンキーだね。Jill, 何があった？ Jill, come in! T, I gotta go! 悪い、行かなきゃ。待て。落ち着くんだ。そこには、リッカーがいる。そして、数時間後には、タイラント。そう、T が来るんだ。一方、その頃、ジルはってやつ。数分前、地下鉄トンネル内。ということは、これ数分で先ほどのそのラジオじゃなくて、なんだっけ、無線をやるシーンまで飛ばさなくちゃいけないですね。ってことは、駆け巡れってことやな。走る、後ろめっちゃ燃えてる。で、その中から、ネメちゃんが、ドゥ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 ン、あたし、メリーつって出てくるやつでしょ。狭すぎて戻れないのね。ジル、もっとちょっと痩せよ。残ったのは私だけ？今、どんな武器持ってたっけ？もう久々すぎてね、意味のない炸裂弾とか持っちゃってるよ、この子。勝手に回してくれる。ありがたい。やばい、酒弱いのに 9% の美味しい濃いめ、とりあえずハイボールを飲んでるせいでですね、もうなんか、やばい、頭がグラングランしてきた。最後飲み切っちゃいます。もうね、ろれつも回らなくなってきたんでね。カルロス、最悪、通じない。取る。UBCS 式新型弾取り扱い方法。たまにシェローどもにしなびたボツが生かした大砲になるホッツな情報。お前、剣道じゃねえ。剣道バカにしてんのよ、やろ。それらかせるね。まあいいや。アブレラが開発した新型弾、マイソラダーもう試したか？こいつは最高だ。お前のお気に入りのあの子よりもな。
いや、俺はあの子の方がお気に入りだ。だが、数が少なく扱い方難しい。まずは徹底的にこの手を頭に叩き込み。マイソルダー必ずグレードのチェーンセットして使い、壁始めに向かって撃てばくっつくぞ。敵が近づくと先生が感知して起爆する。マインスロアってさ、確か追いかけてくれる弾じゃなかったっけ。まあ、いいや。うん。できる男のテクで骨抜きにしてやろうぜ。2発。かわいいな。セーブポイントがあって、まあもう15分経ってるんで、そろそろ終わりにしようと思います。で、これがあるっていうのと、俺の予想よ。俺の予想だけど、無線があったでしょ。で、無線が急に切れたっていうパターンってことは、まあ、何かが出てくる。それは間違いないっていうことなので、ガンパウダーにより、ちょっとだけ弾を増やします。で、ショットガンも使おうと思います。で、マインスラーを使うボスのような、まあ、ボスが多分出てくるんでしょう。なので、これで、まあ、キュースプレーは一歩でなんとか乗り切りたいと思いますんで、これでなんとか頑張ります。で、これで組み合わせ断れない。なるほど。どうしようかな。じゃあ、これはいらない。で、とりあえず、この子をショートカットに登録します。で、これをカチャカチャします。違うんだな、これが。こうしといた方が良さげなんだな。うん。おにぎりは美味しいんだな。うん。ということなので、まあ、このあたりくらいにしといて、今日は一旦ここまでにします。この後ですね、ちゃんとセーブして終われるようにします。ということで、本日も酔っ払いに最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、真っ赤な顔で。バイバーイ。本日も動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。